皆さん、こんにちは。いや、ピーちゃんじゃございません。皆さん、こんにちは。今日は皆さんと一緒に、あについて考えていきましょう。アニもいろいろな使い方でございます。さあ、早速登場していただきましょう。あ、研究家は松本人志先生、どうぞ。先生、今日はよろしくお願いします。早速ですが、先生の研究の成果を皆さんの前でお披露していただきましょう。まずは先生、思い出した時の、あ、これお願いします。あ、どうもありがとうございます。次に先生、考え事をしていて誰かに呼び止められた、この時の、あ、お願いします。先生、先生、あ、もうやってたんですね。次に先生、なるほど、なるほど、この時の、あ、お願いします。ああ、おかしいんじゃないか、これ、この時の、あ、お願いします。ああ、なるほど、おかしいんじゃないか、やっぱり合ってるんだ、この時の、あ、お願いします。ああ、先生、次に高いところから落ちた時の、これお願いします。ああ、先生、高いところから落ちた、そして下で強く折った、ああ、先生、もっと高いところから落ちた、落ちてないんじゃないか、やっぱり落ちてるんだ、ああ、ああ、先生、次に何かを飲んだ時の、あ、これ皆さん静かに、先生、申し訳ございません。もう時間来てしまいました。お、もうまた次の機会に。どうもありがとうございます。あ、亀さん、こっち。皆さん、こんにちは。今日は、実について、皆さんと一緒に考えてください。実研究家、松本人志先生、どうぞ。では、早速、先生の研究の成果を、皆さんの前でお披露していただきましょう。先生、考え事をしていて誰かに呼び止められた、この時の身、お願いします。先生、先生、身、あ、やってたんですね。先生、申し訳ございません。もう時間来てしまいました。身、この次の機会に、皆さん、こっち。皆さん、こんにちは。今日は皆さんと一緒にフィリピンについて考えてみます。フィリピン研究家、松本人志先生、どうぞ。先生の研究の成果を皆さんの前でご披露していただきましょう。先生、考え事をしていて誰かに呼び止められた、この時のフィリピン。先生、先生、ピーピン、あ、やってたんですね。ありがとうございました。またの機会をお楽しみに。さようなら。